ガモウ4丁目駅は、大阪府大阪市上東区今、福西3丁目にある、大阪市高速電気機道の駅。長堀鶴見緑地線と、今里筋線の2路線が乗り入れる。駅番号は、長堀鶴見緑地線が N23, 今里筋線が I18. 駅の所在地は、今福西3丁目であるが、ガモウ4交差点の直下に位置する。地下鉄駅。 交差点とその周辺地域について、ガモイオンと略されることも多い。長堀鶴見緑地線、今里筋線ともに島式ホーム一面二線を有する地下駅である。改札口は、長堀鶴見緑地線ホーム側京橋より、今里筋、線ホーム、上東区役所よりに、それぞれ一箇所ずつある。今里筋、線コンコースの上には、地下自転車駐輪場が設置されている。 長堀鶴見緑地線の京橋門真南間の各駅は花や植物のテーマが設定されている。当駅のテーマは木蓮である。コンコース壁画は木蓮である。なお、木蓮は上東区の区花である。2020年11月10日の1日、上高寺民は15,878人である。駅前にある。 ガモ4交差点カモウ4交差点はガモ4丁目駅の真上にある交差点である。交差点直下を地下鉄長堀鶴見緑地線と今里筋線が交差している。国道1号線の経由地であるが、東交差点で折れており、国道は東交差点より西側と北側になる。東交差点から東側を鶴見通、南側を今里筋と名付けられている。 西側のガモ四4東、天馬間は特に通り名はないが、東天馬交差点を過ぎると、曽根崎通となる。交流道路ここからの距離国道1号神戸方面、国道1号京都方面、半ン道路奈良方面、今里筋、湯里6方面、カモ四4交差点にある4つの角の、うち3つの角には、銀行が立地している。ありがとうございます。